シングシングシングお送りしたいと思います。最後までストレッチ紹介したいと思います。オンドラム長野宗一郎、yeah.
まず終わりたいと思います。ありがとうございました。
改めまして甲南大学ジャズ研究科について紹介したいと思います。我々名前の通りジャズを演奏していまして、週に3回ほど楽しく活動しております。ジャズ研究科はですね、2つのバンドに分かれておりまして、ジャズ経験者で構成されたリモートスイングジャズオーケストラ、ジャズ初心者が多い我々ビッグマウンテンジャズオーケストラに分かれております。我々のオーナーとですね、リモートスイングジャズオーケストラの方も聞かれるみたいになって、ぜひぜひお楽しみください。そろそろ準備詰まったみたいなので、次に参りたいと思います。次がイージーマリーです。それではどうぞ。
ありがとうございました。そうですね、先ほどのストリストを紹介したいと思います。オントラペット坂本康さん。オントラペット大西智也。オントラパオ松井ひなた。オンペ大国愛香。さてさて、早いもので次でラストの曲となっています。次の曲はですね、結構有名じゃないでしょうか、こちらの曲シンクシンクシンクお送りしたいと思います。それではですね、最後なんでスリフト紹介したいと思います。オンドラムス中野総一郎。オントラペット中村芽衣。ここまでお聞きくださりありがとうございました。それではどうぞ。
本当にですね、流行とスイングジャズオーケストラの方も惹かれるみたいなので、ぜひぜひこちらもお聴きください。どうもありがとうございました。
は、本日は分厚いな関東南大学まで、お越しいただきましてありがとうございます。先ほどのビッグマウンテンジャズオーケストラに続きまして、こちらは我々ビッグオートスイングオーケストラが、演奏させていただきます。よろしくお願いします。さあ、2曲続けて聴いていただきました。1曲目サージ、ソリストはまずトランペットモグダースキロー、いいのではないかなというふうに思います。短いのですが、次の曲で我々は最後とさせていただきます。最後の曲はですね、Everything is Coming Up Roses という、元気な曲をお送りしたいと思います。一応お送りしただけ、ピアノで、間違えました。カーペット、僕らです。そして、サックスセクションですね。サックス5人で。私が16小節だけソロいたしますので、ぜひ聴いてください。それでは、ここで、先ほどのシングルカミングアップをするんです。
ございました。これでジャズ研究会の演目は終了とさせていただきます。ありがとうございました。